ちゃ、こんにちは、はい、豊さん、はい、まあ、この動画でも以前、まあ、去年も一昨年も巨人の秋広選手について、まあ、ルーキーで入ってきた時から、はい、いつか活躍する選手になるよ、身長も伸びてるしっていう風な話をしてましたが、今年本当に活躍してますね。これ活躍してたらみんな触らなくなるんだよねなんで言わなくなるんだよね。不思議ですね。なんだ、ちょっと圧倒されてるというか、はい、口があーって開いたまま塞がんないというか、はい、この前の才木からのあのスライダーのホームラン、すごかったな。やっぱりあのライトスタンドに持っていった弾丸ライナーみたいな感じで、はい、風もえらい吹いてたんだけど、うん、あれ上がったんじゃやっぱ左バッター入らない、はい、言われてたけど、あの低さの弾道って風関係ないもんな、はい、で入りましたね。入るんだよ。だから秋広の能力っていうのはあれなんだよ、多分、うん、弾丸ライナーでも飛ばせるということなんですかね。ことなんだよ、ま、だから、はい、今までのちょっとヒットとか見てるとね、例えば詰まったヒットが落ちたりだとか、うん、遅れて飛んでったのがヒットになったとか、そんな感じだけども、はい、才木から打ったあのホームランが完成形の秋広の打球になってくるよ。へえ、あれはじゃあ完成形を我々は見たっていうホームランだったんですか、うん、あれにこう近づいていくという。いや、やっぱ能力的にはすごいな。もうなんといってもあの松井秀喜さん以来の、3番ですよね。 そうですね、うん、それとバットコントロール、パワーは松井秀喜の方があるかもわからない、バッティングはバットコントロールは秋広の方があるっていうふうに、それは締めるだけの、うん、やっぱ物は見せてくれてるよ。すごいですよね。まあ、現在5月30日時点なんですけれども、打率が、3割4分7厘、はい、で今クリーンアップに座ってます、はい、ホームランは3本、ホームランは4本です。あ、4本か。で打点も16というところで、いや、やっぱね、勝負強いわ、うん、勝負どころでやっぱこうきっちり打つというね。はい、この前バント失敗したけどね。そうですね、まあ、身長だからしょうがないのかな。いやいや、そんなことない、小さくならいいんだそうですけど、でもその2メートルっていう、豊さんが以前その2メートルっていう身長がその活かせるのか、それとも活かせないまま終わるのかっていうのもお話してたと思うんですけど、うん、その2メートルっていうのは今どうなんですか、武器になってるんですか。まあ、手足の長さもそうですけど、まあ、武器にしなきゃいけないけどね、はい、この前なんかあのライト、うん、あー、これはフェンスに当たるっていうのが秋広手伸ばしたら取ってたからね。あれはもう慎重ですよねまあそんなことはちっちゃなことでさ、はい、まあ、だけどその大谷翔平と、まあ、身長差を比べるとね、まあ、6センチがまあそんなもんしか違わないんだよ、6センチ、はい、ね、でも大谷はあの体でなんかこう小さい体を扱うようにスムーズに動いて、秋広ってまだそこまで行ってないんだよね。だからそれが大谷みたいな俊敏性を身につけてくると、まあ、結局体の力だよ。まだ成長過程にあるから、まだそこはあの1年目より2年目、2年目より3年目ってあの期待はしてるけど、はい、あのまだそこまでの俊敏性がない、うん、これが俊敏性を兼ね備えた時に楽しみだね。そうですよね、うん、どういった成績を残す選手になりそうですか、その俊敏性を伴う。まあ、40本は打てるようになるだろうな。お、うん、40本は。ただね、器用なんだよあの子が、うん、だ器用なバッターって意外にホームラン増えないんだよね。40本絶対打てるのに30本で止まるとかさ、うん、それは何でかというと器用だから打てるボールだと思って手出しちゃうんだよ、はい、そしたらそれがヒットになると。いや、不器用なやつほど形にはめて打とうとするからホームランっていうのが増えるんだよね、うん、だからそういう面では秋広っていうのは器用さが邪魔になるかもわからんな、ホームランに対して。なんでその、だから駒田みたいなもんだよ。駒田もあのでかくて、はい、ホームランバッターに一本足の方だどうのこうのって育てる側が勝手にそうしたけども、はい、でも結局たどり着いたのはアベレージだもんね。そうですね、駒田って、うん、だからやっぱ駒田も器用だったからさ、その器用さが邪魔するからホームラン量産というふうにはいけなかった。ただホームランだけを狙ったら40本打てるけど、率が2割5分だったら納得できない、うん、まあ秋広もそういうタイプだと思うんだけど、それは原監督も
そういうタイプを望んでるんですか、秋広選手に求めるものっていうのは。やっぱり魅力があるのはやっぱホームランだよね、うん、野球の花だしね、はい、だから秋広は打てるものはもう兼ね備わってるわけだから、うん、だからそうだな、まあ、そういう風にホームランバッターにはなってほしいけどね。豊さん的にはそうなんですね、やっぱりそりゃあの体のでかさでどこでも入るよ。そうですね、うん、ただね変化球を結構ホームランしてるんだよね、うん、で引っ張るのは大体変化球、はい、速いまっすぐはセンターからレフト方向、だから速いボールをライトスタンドに叩き込むぐらいの感じになってくるといいね。よりかあの秋広選手の完成形に近づいてくるってことですか。そう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 、まあ、まだまっすぐはあの遅れたりだとか、はい、あの立ち遅れたりだとかしてるけど、まあ、それでもやっぱバットの出方がいいからヒットになるからね、はい、だからそういう非凡なものは持ってて、だから早く、まあ、焦ってもしょうがないかな、まあ、早く見たいんだけどね。あ、いやでも今年3年目ですよね、うん、でこれまでまあ1年目、まあ、去年2年目で今年こんなに活躍できてるっていうのは何が変わったんですか。いや体幹が強くなった一番そこなんです、ね、で去年のファームでのホームラン見たんだよ、はい、宇宙間に打ったのかな、その映像でね 見た時にあ体幹強くなったなと思って、あこれ面白いなとは思ってたの、はい、で今年のキャンプ見て、あもうちょっと時間がかかるかなとは思ってたんだけど、でも原監督がうまく使ったよね。いや上げて本当にすぐでしたもんね、うん、いやそれで3番に使ったっていうのもでかいよね。これはどういう意図で3番に変えたんですか。いやだから3番に変えて秋広がどういう風な結果を残してくるのか、うん、どういう精神状態で野球をやり出すのか、はい、見たかったんじゃない。パチッとはまる。やっぱりね変えを打って若手を使うっていうのは簡単なことなんだよ、うん、でもやっぱ将来的にはクリーンアップを打ってほしい選手だし、はい、ちょっと使ってみようかなっていう、うん、使ってどういう風な反応を示すかっていうのを見たかったんじゃないの。そしたら見事に答えたよね。そうですよね、うん、だからそういう面ではやっぱ精神的な強さ、うん、動じないデカさ、はい、まあ、そういうものも兼ね備わってるなっていう、うん、だからまあ将来的にはもう本当に有望になってきたし、はい、あこれは階段を一歩ずつ登っていけば再来年には完成形になってくるのかなっていう、あ、まあ、もうちょっと早いかもわからんね、センスがあるから、うん、だからすごくあの楽しみになってきたよ。そうですよね、うん、あとはやっぱりその中田翔選手とキャンプ自主トレを一緒にやってるっていうことも何かあるんですか。はい、いやそれはあるよね、うん、やっぱあれだけのホームランバッターに教わるという。でも神宮でホームラン打った時にメールしたらしいよ、中田に。こうやってホームランはこうやって打つんですよ。すごいですね、面白い。まあ、だから指定関係とすればすごくね、うん、いい関係でいられるというね。これ右と左で、ね、あ右と左は違うんですけど、もうあの違うけども、はい、やっぱりねその何を教えるんじゃなくて、うん、やっぱこう中田翔がサヨナラホームランを打った時に秋広に見とけよって、はい、ね、言って決めてくるとか、やっぱりねその姿だろうな、うん、やってる姿、それとどういう精神でいるのかということ、うん、で、まあ、あのホームランは完全にフォークを狙い撃ちの初球のホームラン、ああいう読み方をするんだぞとか、やっぱりそういうことだよね。技術っていうのは、うん、それは右と左じゃまた違うし、はい、中田翔の持ってる技術を秋広に当てはめようとしても体のサイズもパワーも違うから当てはまっていかないんだよね、はい、だからなかなかそういうことではなくて、やっぱ食べることの大事さ、何を取るのか、今は何が必要なんだ、やっぱ体幹が必要だと、こんなひょろひょろの体で、ね、できるかみたいな、はい、やっぱ力をつけろみたいな、体に力をつけろ、まずは食って絞って食って絞ってみたいな、まあ、やり方もあるよね、はい、昔ながらの。今はサプリメントを取って強くしていったりだとか、うん、ウエイトで強くしていったり。でも食い力っていうのは1年間のスタミナっていうことを考えるとすごく大切なことなんだよね、はい、ただ何を取るかによってまた違うんだけど、だからまあ中田翔もそういうアドバイスはしてんじゃないの、何を取れとか、うん、うん、これを多めに取ろうとか、はい、はしてると思うしね、うんうん、だからすごくいい先輩に出会ったよね。そうですよね、うん、で自ら多分中田翔選手を指名してってことですもんね、うん、
だから中田翔のやっぱり打席に入っての闘争心だとかそういうものが見習う点っていうのはもうめちゃくちゃあるしね、うんうん、あいつは絶対ひるまないから、はい、だからそういう精神状態で秋広が立ってるしね今、うん、だから動じないよあの子はすごいです、ね、どんな場面でもね、うん、バントの時はちょっとひるんでたけどえみたいなバントみたいなちょっとひるみはあったけど、はい、でも普通に打つ分にはやっぱひるみを感じたことはないよね。だから非常になんていうのかな早打ちだし早く打つっていうのはそれなりにやっぱりしっかり考えたものがあるから早打ちいけるんで、はい、だからそういうことを考えるとすごく勉強はしてると思う。そうですよね。あと例えば身体的なことで言うとその 手が長いっていうので、うん、例えば どういう球もこう救えるというか拾っていけるっていうのはそれってその相手ピッチャーからするとバッテリーからすると嫌なんですプラスアルファなんですかねその秋広選手にとってはそこってどうですか。いや単純に大きいっていう人は投げやすいよね。あストライクゾーンがでかいから。ああそういうことか。人の倍ぐらいあるでしょストライクゾーン。確かにそうですね。まあ膝から脇の下って考えるとね、はい、左右と考えた時にまあ手が伸びるっていうのもあるし、うん、だけどまあ手足が長くバットも長いってなるとやっぱウィークポイントは一つだよね、うん、やっぱインサイドの速いだからここを秋広がさばけるようになったとしたら誰しもさばけないけどねインハイなんか、はい、でもそれより低い球をさばけ出してくると、うん、もう手に負えなくなってくる。今って秋広選手が打ってる球っていうのは得意としてるコースっていうのは半速球だな球種で言えば。うん、だからまっすぐはでも詰まってもバットの出方がいいからヒットになるし、うん、でも半速球はホームランもあればヒットもあるという、うん、だから、まあ、あの手のタイプっていうのはやっぱ変化球で攻めたくなるんだろうけどね、うん、でもこっからやっぱデータとしてしっかりしたものが出てきたら、はい、バンバンウィークポイント使われるよ。じゃあ各チームがそのウィークポイントを突き出してきた時に、うん、秋広選手がそれに対してじゃあどう対応していくか。まあそうだな。ってなると対応っていうのは、うん、やっぱり自分が頭を使ったりだとかしなきゃいけないし、うん、まあ、コーチの指示でこうしろああしろっていうこともなかなかできないんだよね、うん、やっぱそれは超えていかないと。だからパ・リーグ交流戦っていうのは一つの楽しみでもあるのがやっぱパワー系のピッチャー多いから多分そこに突っ込んでこられる。だから交流戦だけでどのぐらいの数字が残るのか、あこれはね俺は楽しみだな。例えばロッテの佐々木朗希投手と秋広選手の対決。お前ちょっと待って、うん、佐々木朗希は誰も打てないから、そうですね、お前ね佐々木朗希のインサイドの球を完璧に、ね、東京ドームの看板に当てたりとか、はい、2打席連発あ今度はフォークを打ちましたっていたらもうねとんでもない話だよ。そうです、ね、もうねメジャー行った方がいいよそのバッターは。もうそのバッター確かに。でも対戦は純粋に楽しみです。いや楽しみだよね、うん、だからまあそりゃね佐々木朗希はねなかなか打てないよお前ちょっと例えた投手がいいでしたね。例えた投手が悪いよお前。そうですよ。いやでも楽しみだなってどうなんだろうなっていう。いや楽しみだよね、うん、それはまあ楽しみではあるけども、はい、そりゃ佐々木朗希の、ね、インサイドのまっすぐを完璧に打ったって、うん、もうホームラン、看板に当てちゃったよみたいな、で秋広が、ね、いや、ボールの反発する力を利用しましたみたいな、すごい言ったらすごいよ、そうですよね、まあ、そうは簡単ではないと思うけど、うん、まあ、例えば山本とかね、はい、まあ、そうだな、ソフトバンクで言えば藤井だとか、うん、あの山下俊平だとか。はい、まあ、高橋光成、今井、うん、ああいうあたりのパワー系のピッチャーと当たった時にどう対処していくのか、うん、まあ、これはちょっと見ものだな。それはね一流のバッターだと難しいよ、はい、その日1本打てるかそういうレベルのピッチャーだからそれはなかなか簡単ではないとは思うけど、でもそのピッチャーに対してどういう姿で打つのかっていうのはちょっと楽しみやな。結果じゃなくて、はい、結果じゃなくてどういうことをやっぱ考えたことっていうのは打席で表現していくから、うん、打者ってそれを 見極めてやっぱちょっと判断していきたいよね俺が。だから面白いよなんかね楽しみ尽きないんで交流戦ってやっぱりそう楽しみですね。まあまあまあそうは成長過程の若手とかね。そうですね、うん、だからそういう意味では秋色をなんか頑張ってほしいし、はい、なんかすごくいい子だしね。そうね、なんかそういう気がしますよね。そうそうそう、だから
頑張ってほしいなと思う、ね、そうですね、はい、あとはねこ の, あの夏場を乗り越えて最後 の,、ね、あの試合まで、そういうねスタミナがねなんか持ってそうな気がするんだよ。へえ、うん、ただね精神的なスタミナ、はい、こう打てなくなった時に反発力があるのかどうかとか、うん、今はこう調子がいいから言ってるけど、さあ交流戦に入りました、パワー系なピッチャーにバンバン同じような攻めされてね打てません、うん、そうなった時にどう考えてどう反発してくるのか、うん、あまあ悪いイメージばっかりだけども、そうじゃなくてバンバン打つかもわからないしな、そうですね、どうせここに来るんだろうみたいな、うん、そういうので打ち返していくのかさ、まあ楽しみだね、もう1試合ごとが楽しみですね、そうなってくると。秋広選手の成長、ん？1打席わかりました